昇降軽昇銃 K110 型はドイツ民主共和国で開発されたボルトアクション式昇降系昇銃である。製造は人民公社メワ・エルンスト・テールマン工場ズールが担当した。K110 は K100 を改良したボルトアクション式小銃である。第二次世界大戦以前のジムソン製ライフルなど一般にモーゼルラインと通称されたスポーツライフルの流れを組む。 当時、各地に進駐した連合国間の合意に基づき、ドイツ国内での武器製造は禁じられていた。しかし、K110 は製造元を取得した業者1001号という国員のみ施され、ソ連占領地域内で製造された。1954年頃から、後継製品の連発銃、KKV 型の開発が行われた。K110 を用いて、 射撃訓練を行う GST 会員 K110 は少なくとも8104丁が製造された。ルストガルテンでも用された対ヒトラーファシズム戦勝10周年、記念式典のパレードでも使われたほか、大部分はスポーツ技術協会での軍事教練に用いられた。ありがとうございます。